ありがとうございます。
ありがとうございます。手作業って職場は何年間もでここで練習してたんですけど、バンドの、まあ、僕は兄弟生じゃないし、全然賢くないんですけど、バンドやろうと思って練習してできる場所があるなと思ってやってみたら、ライブもできてめちゃめちゃいい場所だなって思ったところが始まりでした。全然バンド練習とか関係なくずっとここは居場所になったりして、でもここはこう建て替えが終わってから僕はあんまり来てないんですけど、でもこうやって食堂でライブやったらいっぱいお客さんが来て演奏してる感じは変わんないなと思いました。最近思ったのがこうライブでいろんな人とこう話す機会ができるから、何か一つは僕が知ってる、もう知っといた方がいいことを喋ることができたらなと思って、僕はこう自分の中でこれができるようになってよかったって思ったのが、高校までどもりで全然人と話せなかったんですけど、独り言もどもりって感じで頭の中でずっと言葉がいっぱいで、で喋る練習を放送部に入ってしたんですけど、朝練とか夜練とかでこう日本語の発音をこうずっと練習していくんですね。で、まあ、声の出し方とかもボイストレーニングの本とか読んで CD 聞いて、あこういう風に声出せばいいんだなと本とかで読みながら声を出す練習をしたんですけど、やっぱり声が出るようになったら人と話せるようになったんですけど、でどうやって声を出すかって、実際練習いろんな方法があって、まあ、その発音だったり声を出すの喉の使い方であったりとかはみんな別々の練習なんですけど、そう簡単とかでやっぱ大きい声を出せたら、まあ、大きい声を出すことなんてなかなかないんですけど、ベロの奥の方を前に出して声を出すと結構大きい声が出るんですね。硬い感じでベロが結構奥まってたからあまり大きい声が出なかったかなと思いました。っていう言葉の下の位置、これこの下の奥の方の位置っていうのをずっと意識して喋ると、硬くて遠くに飛ぶ声があまり力を使わなくても出せるようになります。僕はすごい貧乏でお金なくて困ってるんですけど、お金なかったから工夫してよかったなって思った歌を歌います。If I was Spirit's kids I could not buy family things I want done just like you but she's so fineThinking like you, if I was Spirit kids I could not find every things I want die just like you, but she's so fine Thinking like you
like you in my world. Sports kids, I cannot find memory. Things I won't die, just like you, the streets of mine. Singing like you.
り返す、ロープを仕返す、温度の差の中でも飛んだ記憶の炎、消えないで、化粧したつまでの愛酔いざめのダンスを言えなくなったファンタジー。
番都市そして秘密をたくさんいざ背中へ背負うなどと言い残し消えていくよまたかつての中コンスタントにいる経過とバシル自分とも結構大体6月1ヶ月の歳月退屈知らずにたんだクジラの歌鼻歌を聴いてもThank you.
ありがとうございました。お疲れ様でした。